人たちの来襲を退け、ついにここまでたどり着いたか。その働きをたたえ、私に謁見する権利を与えてやる。さあ、近くに来るがよい。私こそ今は地にある天使の長、黒き翼となった闇の天使と共に混沌の悪魔を支配する最強の魔王、死と魂を司る者、ベルゼブルだ。覚えておくがよい。貴様がルシファー様お気に入りの人修羅か。その働きは耳にしておるぞ。ルシファー様に与えられた力で新たな悪魔を作り出そうとしているのだな。知らぬのか、貴様の集めているメノラーがそうだ。すべてのメノラーが地の底に捧げられた時、新たな混沌の悪魔が生まれる。何と言われてそれを集めていたのかは知らぬが、知らぬとはお人よしなことだ。覚えておけ、我ら混沌の悪魔は皆その時を待っているのだ。新たな悪魔が生まれ、ルシファー様が決断するその時を、地の底に眠る混沌の軍勢はルシファー様の命があり次第目覚め、再び立ち上がるであろう。その時のため、混沌の悪魔のためになら私も喜んで力を貸そう。だが、ただで貸すわけにはいかん。まずは貴様の力、試させてもらう。我が真の姿、真の力を使って。様に与えられた悪魔の力を。
Yeah.
Thank you.